なんかこの基本法の話をベースにして、まあ、やっぱりいろんな環境が必要だなと。セッション1の方で皆さん、おそらく理想の教育みたいなところでは、だいぶ違うな、同世代よりも違うなとか、まあ、もう非常に子どもというか、まあ、子どもは理想なんですね、僕ら一人一人っていうのが、もう全く違う人間がたくさんいる中で、じゃあ、そのたった一個の環境で、その全然違う人たちの学びや育ちっていうのを育てていくっていうのは、支えていくというのは非常に難しいというのは、なんとなく、ここで皆さんの共通の経験をしたかなと思うんですが、実際にどういった環境でですね、子どもたちを、大東市は支えているのかなっていうようなところで、ちょっと水野さんと野田さんの話を聞きたいなと思いますが。先ほど、教育支援センター、ボーイスのお話をしました。そこで大東市でも、315人の不登校の子どもたちがいると。で、その時に、多様な学びにいかにアクセスしていくかという理念のもとに、先ほど申し上げたいくつかの事例があるんですが、一つ今チャレンジしている取り組みがありまして、それは不登校の子の中でも、例えば家は出れるけれども教室には行けない子、これはもしかしたら別室のフリースクールは効果的かもしれない。家は出れるけれども学校の門すらくぐれないという子は教育支援センターボイスが有効かもしれない。家すら出れない子の学びのアクセスをどうするかというこの議論をしたときには、やはり ICT の活用というのが今の時代は適切であろうと。実はそこで最近は仮想空間、メタバースを活用した登校支援も大東市は力を入れていく、まさに渦中におるんですけれども、この辺りは実は語り場さんのサービスも使わせていただいているので、ぜひ今村さんからお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと私の方から、説明させていただきます。大東市さんの方から、大東市さんそもそも私たちが関わらせていただく前から、キルキョさんもさっきご紹介ありましたけど、実は NPO の、元 NPO の立場で教育者に今なられているということなんですけど、すごく外部団体と連携をするっていうことに積極的になさる方針でおらっしゃって、で、私たちの方にも何か一緒に連携できないかということを公約いただきまして、で、ここ最近ですね、連携を始めている事例があります。それが今お話の中に上がった、メタバースを使って、不登校の子どもたちの、特にまだ今お家から外に出るということはちょっと勇気がまだ持てないなっていう、簡単に言うとすごく歪曲したイメージになっちゃうかもしれないけど、一旦心でエネルギー値が下がって引きこもるっていう状態になっている子に対して、お役に立てるんじゃないかということで、今ですね、こんな取り組みが始まっています。ちょっとイメージを持っていただくために、1分半ぐらいの動画で、あ、こんな感じなんだと見ていただきたいと。なんでわざわざボイスとか、ああいういろんな連携で作られて、私も言ってましたけど、なんてことでしたっけ、アクティブスクエアとかいろんなところがあるのに、わざわざ子供たちに、メタバースで怪しいものを使うなんて思われる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども。だって、どういう環境に慣れ親しんでいるかで、自分のこう、自己開示ができるかできないかっていうのが決まっていますよね。家とか人がいる空間だとあんまり喋らない子が、山とか川に連れて行ったらとてつもなく表現豊かになるみたいな、やっぱり自分自身の安心できる場所っていうのは、それまでどういう環境に触れていたかっていうのは非常に大きな影響を及ぼすんですけど、それも一つの形なのかなという正しい形かな。ちなみに、ちょっと言うと、私たちのメタバース支援専門の IT 会社ではございませんで、こういうような場を作る組織なんですけど、今、このタイミングには、コロナを経て、こういった取り組みを始めているということで、今回連携させていただきます。こうやってですね、ブラウザに名前を入れます、今ちょっと語り場広報用という画面の名前にしたんですけれども、こうやって二次元の昔のドラクエみたいな、画面の中に子どもたちが入って、これぐらいであればですね、3D とか、これぐらいであれば学校端末から使えるんですか。
こうやって顔が出て、顔を表示させながらみんなで会うと思います。子どもたちで顔出してる子については今ちょっともらえたらいいなと思ってますが、まあ、顔を出してお話しできる子もいるんですけれども、まだ顔を出せないという子もいるなと思います。住んでいるところは今千葉県で、で好きなことを、いや本当に好きなことは友達と遊んだりゲームとかが好きです。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。第2話はどうでしょう。感じでちょっと部分的だったんですけれども、私たちの方としては子どものエネルギー値っていうものがあると思ってます。学校に元気に行けるっていう、まあ、平時の段階から何らか環境的な理由があって一旦グッとパワーがなくなってしまう時、これは大人にもありますよね。大人にも休職するっていう権利が労働者にはきちんと権利として付与されていて、産業医の方の診断でお休みするっていうことだって大人はできる。であれば子どもも、まあ、積極的に不登校になるっていう学習権の認め方はもちろんあって、そういう今回の話と違う話なんですけど、行きたいんだけど行けなくなってしまうっていう段階があるんだってことを前提にしたときに、お休みをするっていうことも必要な時期もあると思います。ただ私としてはできるだけ、たとえお休みをしていたとしても何日かはとにかくぼーっとして休むっていうのも大事なんだけども、家庭の中だけでコミュニケーションを閉じるというのはちょっとリスクが高いと思っています。親もすごく心配なので、いろんな声掛けをしたら時に責めるような声掛けをしたケースだってありますし、親御さんにとってもまだこれを学校に頼れないなら自分で引き受けていかなきゃいけないというのも、お仕事に行けないとか、そういったこともあるわけなんですよね。でもそういう時にわざわざ遠くの場所にフリースクールがあったとしても行けないとか、ボイスにまだ行けないとか、学校に行けないっていう時に、お家から画面をクリックすれば誰かと話せるっていう場所があったら、誰かと話す、誰かとつながるってことをまずそこで続けることは、その後また自分を復帰させて外に出るってことにつながるんじゃないかなっていうことでこの取り組みをしているんですけれども、大事なのは私たちのようなメタバースの団体が自分たちだけでこれを完結しますというやり方ではなくて、次のステップとして、どんな在り方でその子がまた人とつながり直していくかっていう段階を一緒に支えていけるかということで、そのうちの方のオンラインの方でコーディネーターをするスタッフと、また子どもに伴走するメンターのスタッフが学校の先生とか、時には教育支援センターの方とか、そういった方々と相談しながら次のステップに導くっていうことを大切にしています。で、実は今回団員同士でも何ケースが今生まれてるんですけれども、先ほどお話になったボイスの立山さんたちとうちの担当のメンバーがそういるんですけれども、一緒に相談したり教育委員会のカウンセラーの方と一緒に話したりしながら、今日だったらボイスに行けるかな、じゃあボイスの方行ったら次の日こっち来ようかなみたいなことをやり取りして、なんとか次の一歩っていうところを一緒に支えてるっていう段階です。そのメタバースの空間に定期的に来てて、それでそこからボイスに行くってことですか。ちょっと来てもらっていい、私の中で詳しいことがね、彼女が担当なんです。はい、ありがとうございます。課題はネルフ系で西田担当しております斉藤と申します。はい、そうですね、代表者の連携をさせていただいて、でメタバースの方で週に1回ですね、作戦会議という子どもメンターを、はい、しておりまして、でその中でボイスのですねリーダーの方に作戦会議にも同席していただいて、メタバースに来ていただいて、でそこでボイスに来たらこのスタッフいるよっていうような形でですね、配信への接続というのを図って支援計画を立てておりました。でちょっと今回ですね少しこうボイスに来られたということで、はい、そういった形でオンラインから対面の誘い出しというところ、もちろん子どもによってはオンラインのみの方がいいという子もいると思うので、それはアセスメントによりますけれども、
もそういった形でですね、接続ができたりっていうような例も、はい、ありまして、これからも、はい、大会としても、そういったところで、連携させていただけたらと思います。すごいですね。じゃそういう実例が。そうですね。早くも一例、そういう形で、もしこれがなかったとしたら、いきなり別室やボイスに行くのは難しかった事例だと思うんです。でも、身を引っ張っていただいてもね。そうです、そうです。まあここから次へとつながっていったという、私、学びのグラデーションが大事だと思うんですけども、そうですね。立ち飲みだよ。グラデーションをね、どういう形で当て込んでいくかっていうときに、このメタバースって、ここで子供自立できるんですかっていう逆に質問が出たりするんですが、別にそこで終わる前提でもないし、逆にそこを居場所にしてくれてもいいっていう、こういうスタンスでやると、一例でいいケースが出てきたなというところですね。あ、なるほどですね。結局、自分に合ってるか合ってないかっていうのって、大人が判断できることでも、子供にとってですね。で、このものでもなくて、その本人が実際に経験するっていうことです。僕やっぱり変ないとそれが自分に合ってるかどうかわからない。やっぱりよく僕ら聞きがちですよね。なんか何に興味があるのって、興味がない子供なんかいないんだよみたいな感じで、そうするとそこの目の前にいる大人が喜びそうなことを言ったりするんですよね、子供ってね。でもやっぱり興味関心って皆さんご自身のことを考えていたりもそうですけど、やっぱりやってみて思うって言って続けていったことってすごく多いと思うんですよね。だからそのメタバースの空間がとかルーム系が必ずその子に必要かどうかというのという選択肢がちゃんと用意されているっていうのが学びへのアクセスが、多様な学びへのアクセスですねっていうものがやっぱ保障されている。でこれは広がりでいうと学習権が保障されている状況なのかなと思いました。ちょっと補足したいんですけど、やっぱり学習権の保障っていうことを本当に考えていくときに、これ教育者の方と議論していると、そんな子どもたちがやりたいことばっかりやらせてたら社会人になれないんじゃないかっていうのをこうやって、私も自分の子供はずっとデュエルマスターズのカードばかりに詰めているところを見ると非常に不安になるんですけれども、またなんかその何て言いますか、遊びと学びっていうものも分かれてきたのも近年の考え方だったりする中で、そのやっぱり子供たちが大切なのはやっぱり学び続ける人と関わり続けながら自分をその世代の中で育てていくという環境をどう作っていくのかっていうことなんですけど、どうしても私たちのような民間団体って自分たちのところとつながってくれた子どもたちを自分たちのサービスに閉じ込めちゃったりすることってあるんですよ。でともすれば学校がダメで私たちがいいみたいなふうに子どもたちにメッセージを伝えてしまうみたいなことをやりがちなんですけど、今回大東市さんとかで手をつながせていただくことボイスもあって、ボイスの中もデイリーダーで多様で、さらにそこにつながる、またはボイスからこっち来るかもしれない、学校からまたこっち来たり、こっちから学校行くかもしれない、そのいろんな多様性のをみんなでつながって私たちが協力し合うっていう、この連携がものすごく、大人の連携が子どもたちにとってスムーズな学びの選択肢へのつながりになってなるという、これはすごく壮大でシンプルなんだけど世の中であんまりされてない実験なので、今回これで手をつながせていただいたことはすごくありがたいことだなと思ってますし、一緒に頑張りたいなと思います。さらにこれ使ってて後から分かった副産物的なものっていう話じゃないんですけども、先ほどの未来の確かなところをどういうふうに想定するかっていう話ありましたが、唯一確定しているのは少子高齢化なんですね。今先生不足ともありますけども、私は支援者不足もあると思うんですね。その時にメタバース空間だったら、例えば大東市だけで支援者を抱えるわけではなく、この空間の中に支援者がいればいいので、結構他市のこの空間自体が市を超えた空間として支援者の数というのも一定圧縮できて、より多様なそういう未来を想定すればありやなっていうのは感じましたね。さらにね、大東市の中だけでの出会いではなくて、その外にどん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 実際の出会いが広がっていく、それが始まりは仮想空間かもしれないけれども、それが広がっていくっていうのは、彼らがやっぱ実社会に対してアクセスしていくっていうことを見ると、すごくベースとして
重要なのかなというふうに。あと私さっきのあの公民のやられている昨日のそのアクティブ版、アクティブ何回も忘れちゃうあの施設に行ったり、あの何でしたっけ、もう一つのセミナーとか森に行きとか、なんかこうもしかしたらこの大東市の、いやどうなんでしょう、実は私のすごく仲良しの起業家も大都市出身の人が一人いるんですけど、もしかしたらこう民間のいろんな力を実はすごく育もうとする雰囲気とか後押ししたいと思っている行政の方々、行政のリーダーの方々がいらっしゃるから、こういう見たこともない学校の廃校利用の形があるのかもしれないなとか、もしかしたら子どもたちがメタバースがいいとして、あの学校の廃校利用の場所に行けば、実は昨日も学校行って、学校行くはずの時間に学校行っているはずの子が日中いるっていう子を見たんですけれども、それ大人たちの場所を子どもたちの場所で分けるんじゃなくて、あそこもまた新しいリアルメタバースじゃないですけど、リアルなもう一つの選択肢になり得る、それに誰かが声かけ合って、本当にポテンシャルしかないところだなって今回思いました。ですね、仕事をしている人と人の背中を見る機会って意外となくてですね、で学校とかでも多分いわゆる職場見学とか社会科見学みたいなことが多いと思うんですけど、見学じゃないもん、見学じゃない、背中を見るっていう、その見学どこにされてるんですよね、でこんな仕事をしてますっていう説明ではなくて、やっぱりリアルにものを作ってる、リアルにその自分の仕事に向き合ってる人の背中ってもうすごい有名なんですよね。その有名なに、この大都市に行って働いていらっしゃる方、住まわれている方が語る場っていうのが実は結構すでに存在しているっていうのは、大都市が一歩それでは先に行けているところなのかなというふうに思うんですけど、池江さん、ぜひトークルームのところに関していただければと思うんですが、ちょっと次のセッションの関わってくるんですけど、町の教育っていうことと多様な学び場、じゃあそれも先ほど教育長がおっしゃってたような、そのグラデーションをどういうふうに染めていくか、でこのグラデーションの色がこうはっきりと出てる部分と、ここなんかちょっと薄いよねみたいなところに、こう皆さんが思い込んでいくのか、それと既存の大都市にある環境が思い込んでいくのか、いろんな形があるかと。その公民が公民連携という形でこういった仕組み仕掛けみたいなものをやっていけるというのがみたいなところとかって何かお考えますか。そうですね、結構さっきのセッションは不登校の子の方にフォーカスがいっていて、そこも本当に特に校が関わる時には外せないテーマだなとは思うんですけども、グラデーションでいくと、じゃあ普通の学校に行けてるし、なんだけど、なんだろうな、予備校じゃないですけど、少し先の、ね、アンケートにもあったような先生のあれに不満を持っているとか、何かしら、こうじゃないんだけどなみたいなのも思いながらも、30日で休むって結構なことなんで、そこまで行かなくても、さっきの事情じゃないけど、ちょっと休んで復活するやったらそれでもいいだろうし、逆にその日中で公設民営の何かオルタナティブなスクールみたいなものがある、もしくは学校の先生たちと協力して探究学習の部分を、お手伝いするとか、そういうのも実際あるのかなと思ったりしてますね。実際それをね、招くことができる場があるっていうのは本当に大きな、アドバンテージだなと思うんですけど、この話でどうしてもこの登校の議論になると、学校に行けなくなってからどうするっていう議論の方にフォーカスが当たりがちなんですけど、今回この大都市のちょっと格言的なのは、そもそも選択肢を増やそうよっていう話をしていて、行けなくなってもう辛くなってから選択肢がある社会じゃなくて、そもそも選択肢がある状態でしょ。でこれは実は昨年度の内閣府の科学技術イノベーション会議っていう、本来は産業とかそういったことを議論する会議の中で、いや教育大事だっていう議論になって、そこで
示された資料なんですけれども、そもそもこの学級の中にはそもそも多様な子どもたちがすでにいるっていうことを大前提にしなきゃいけなくて、不登校になったから多様な子どもたちの存在が多様性に合わせるんじゃなくて、そもそも人は多様だったと。で、中にはそれはその本人の発達の特性の多様さっていうところもあるし、中には得意な才能とかギフテッドとか言われる言葉がありますけれども、人よりも物が考えるのはスピードが速すぎて、実はそれが今の学校基準だとわがままな子とかみんなと同じことができない子って扱いするけど、本人は実はものすごくもう頭の回転が速すぎるみたいな子も実は特別支援学級に入るみたいなことになっていたりとか、まあ、あとはそういった子ども本人の観点だけではなくて、家にある本の冊数とかですね、実はその子が持っている学びの資源って家庭によって全然違うよねっていうことだとか、また日本語を話す頻度っていうのも実はすごく外国ルーツの方も増えてきている社会の中で全然違うんだけれども、日本の学校は全員が同じように日本語を話せるってことの前提で作られてしまっているというようなことが、まあ、そもそもあるっていうことなんですね。これだけやっぱり人が違って、でその中で今できないけどできるようになることっていうのが限られているっていう前提を僕らはちゃんと知る必要があるんですね。例えば人口の中で、算数障害っていうのはこれ今まではあまりメジャーではないんですが 7% です。で40人の学級いたら2人から3人なんですね。もうどんなになっても無理なんです。脳の発達特性上数字が入ってこない、数学的な論理構造っていうものを理解することができないんです。これもお前が真面目にやってないから、ちゃんと宿題をやってこないからっていうのは、あれどこに立ち戻るんだっけって言った時にここですよ。子どもの権利、そのありようっていうのは子どもは全然選んでないわけですね。今ある状態、僕らも一人一人全然能力が違う中でそういったことを現状に向き合って、できないことをできるようになりたかったらそういった努力をするけれども、どんなにやってもどんなに関わってもそこに行けない思いがあります。ただじゃあその子が社会の中で生きていけないっていうわけではないですよね。そういう子どもたちが豊かに彼らが持っている別の特性が生かされていく社会と学びの場を用意していくっていうのが非常に重要で、これって学校には無理なんじゃないのっていうふうにおっしゃるのが非常に多いんですよ。でも実はですね、学校っていうのは学習指導要領っていうものなんですけど、学習指導要領って呼ばれたことある方もいらっしゃいますか？学習指導要領ってこれをしなさいって一言も書いてないんですよ。学校が忙しいって言うじゃないですか。いや、何一つ書いてない。方向性だけなんです。理念なんです。こういった子どもを育む。その方向性だけなので、実は学校でできることがすごくたくさんあると思うんですけど、教師は学校のこの可能性みたいなところに関して言うと。そうですね、この多様な教育機会が大事だよねっていう議論をしようと思ったときに、当然、まあ、ロジックで言ったら学校が多様じゃないから他がいるっていうふうになりがちなんですが、私自身はもともと民間の時の不登校支援の立場でも副学支援のカウンセラーでしたので、学校っていう価値にものすごく重きを置いている立場です。でその中でそもそも学校ってすごい多様なんですよね。たまたまその地域でたまたまその都市に生まれたいろんな家庭背景のある子が集団として集まっている場、当然仲良くなる子もいれば喧嘩しちゃう子、得意な授業もあれば苦手な授業もある、こういう環境の中で自立を育んでいこうと思えば、私はそもそも多様な環境であると思っています。しかしながら学習指導要領も一定の方向性はあるんですが、逆にね、学習指導要領に示されてないからできないという議論結構あって、いろいろ積み重ねられているから大変というよりかは、まあ、そういうような状況でもあります。ですので学校教育の中でも私の立場で言うと、より個別最適な学びの機会、 ICT の活用、 AI ドリルも大東市は導入をしております。より個別な学び方っていうのを学校でやりながらも、そこで全てはできないんじゃないかという、そこの考えで多様な教育機会も大事だよねというふうには思っています。
使います。学校の彩り豊かになっていくことが非常に重要ですし、学校の外側にも彩り豊かな環境が広がっているということが重要。ただそれを全部行政でやるっていうのは無理だと思います。そういう中で、教育事業者だったり、そしてそもそも公と民をつなげるという枠組みで動いていくことが、諸団体があるということ自体がですね、先ほどおっしゃっていたグラデーションを作るという基礎が今大都市にはあるというのが非常に素晴らしいところだというふうに思います。で、この今日はですね、町の保護者会ということで、できてますけれども、やっぱり今日ここに来ていらっしゃっている方が、こんな議論があったよという方、ぜひ、ことをですね、ぜひ周りの方にお話ししていただきたいんですが、本人の、取り組みとしてですね、そのミニ町の保護者会、このミニバージョンということで、中部、大都市の中部、西部、北部でですね、こういった集まりを何回もやっていこうということで、皆さんのお手元に多分違うしかなと思うんですけど、そういうこういった議論をまず多種多様にやっていくっていうことが非常に重要なのかなというふうに思っています。で、その環境を今こういった整えてきているというところだと思います。ここでもちろんよしこれで全てが解決だっていうのではないということです。ここには常に立ち戻っていただきたいです。全体的な正解があるわけではないです。さまざまな現状に対して、ここにいらっしゃるお一人お一人が、さまざまな解釈をされるということ。で、その一つ一つが間違っている、合っているという話ではないです。あ、なるほど、そういうふうに現状を捉えているんだ。そういうふうに現状を考えていらっしゃるんですね。ということが、多様な状況でそこに存在しながら、その人なりの社会の支え方、その人なりの子どもたちの育み方っていうものが実現されていくっていうことが非常に重要なのかなというふうに思っています。じゃあちょっとパネリストの方に最後コメントを全体としていただきたいと思うんですけど。そうですね。もう本当に今日も私もたくさん学びがあったというか、保護者だけじゃないんですけど、町のこの大人がこうやってなんかいろんなことを学び続けるっていうこととか、いろんな、ね、今日聞いた子ども基本法、私もすごく衝撃でした。私の中一番大事にしたいなとうちの授業で思っていたことがまさかに書かれていたっていうところでいくと、やっぱり子ども自身が社会の大人とつながるっていうことをできるように、そういう仕組みが作れたらなっていうのを思っていたんですけど、まさにこの年齢や発達の程度により自分に直接関係することに意見を入れたり、社会のさまざまな活動に参加できることっていうことがなんかすごくつながっているのかなと思っていて、でもかっこいい大人とか面白い大人とか変な大人とかいろんな人がいますけど、自分の親とか教師とか塾の先生とかだけじゃない社会の大人とたくさんなんかつながってもらえたらいいかなっていうのが、私たちのこの1年の取り組みと、で、保護者の皆さんのいろんな学びとか意見とかをいろいろ集めるんだなっていうことなので、すごく今日もキックオフとしては素晴らしかったなと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私は教育の根幹には子どもたちのワクワクする気持ちが大事だという冒頭お話ししましたけれども、子どもたちにどんどんチャレンジをしてほしい、そういう代表の教育になってほしいなという思いで日々職務に当たっています。しかし教育行政の立場になると、大人になればなるほどチャレンジのリスクってすごく高くなるわけですね。失敗をすると叩かれるかもしれない、また水野がいらんことし始めた、なんだこれはというふうに、教育行政っていうのはチャレンジを子どもたちに求めているにもかかわらず、びっくりするぐらいミスはできない組織。この中で私は今3年間お呼びできました。ですので今日こういう朝の時間にもかかわらずにかけていただいた皆さんに、私がお伝えしたいのは、教育にチャレンジさせてほしい。失敗するかもしれません、多少ミスはあるかもしれません、でもそのチャレンジは子ども基本法にあるような理念、
そして大東市教育委員会が掲げるような教育大綱に掲げる理念に向かうためのチャレンジをしているという温かい目で見ていただきながら、学校教育委員会の方も見ていただければありがたいなというふうにも思います。そして私自身実は大東市に流入してきた人間です。大東市本当に住みよい町で、私のような人間を教育長にしていただける温かい町、そして今日も全国的に有名な瀬戸さんと今村さんがこう大東市に来て喋ってくれるってすごいなと誇らしいなというふうにも思いました。でありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。この基本法のこの緑のページ8ページのですね、6個目に書いてあるんですけれども、ここ一番大事だと思ってます、家庭や子育てに夢を持ち喜びを感じられる社会を作ることっていうところに私たちは本気で取り組んでいかないといけないと思っていて、これは別に教育者がやることでも親たちがやることでもないんですけれども、やっぱりもう今少子、子どもたち、子どもを見たくない、あんな辛い思いしたくないって思う若者がこんなにいるっていうことが社会の存続に関わる大きなテーマになっているっていうのは、やっぱり私たちがどういう背中を見せてきたかっていうことの結果なのかなっていうふうに思うので、例えば教育長のチャレンジにしてもですけど、コウミさんのチャレンジにしてもですけれども、でもみんなでそのいろんなことをやって失敗したから次これやってみようみたいなことを明るくみんなで取り組んで、教育に関わるってとってもいいな、自分も子供みたいな、自分も先生になりたいなっていう、そんな大都市になっていく一つのきっかけのメリットとして、この町の保護社会で1年間これがやられるんですかね、盛り上げていかれるのかなと楽しみにしています。ちょっと最後に宣伝いいですか。私すいませんね、私東京からたくさん本を背負って来まして、今日これどうしても見切って帰りたいんですけれども、皆さん本を私書いたんですよ、これ不登校は親子のための教科書っていうやつを10冊今日持ってきました。この本の中にはですね、具体的にこんな時どうするっていうケースをたくさん書いてあって、私の目線から分かんないことがあそこにいらっしゃる心理師の方がいらっしゃるんですけれども、今日来てくれて一緒にいろんな詳しい具体的にこんな時本当にどうするか具体的に書いてありますので、ぜひとも皆さんお家庭に1冊もしくは学校の図書館にお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。保護者になって、子供が生まれた瞬間に僕らは保護者になるわけですけど、保護者ってどうなるのか誰も教えてくれないんですね。教科書もないし。で、問題にぶつかってから、あ、こんな問題があるんだろうし、それに対してどうにか最善のことをしていこうと思うんですが、子どもたちの一日というのがあまりにも早くてあまりにも貴重なので、その時間がどん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 過ぎていってしまって、子どもたちにとって必要な対応をできないというのをすごく保護者はやっているというのが葛藤としてあるんですよね。そういったことの一つの指針として今村さんにとっても参考になるというか参考ぜひ見ていただければと思います。ありがとうございました。今日もう本当に繰り返しになると思うんですが、いろんなやり方があると思います。で、皆さんの中のいろいろな正義があると思います。今日も多分主義主張が違う方、非常に近しい方たくさんここにいらっしゃると思います。今日の話の中で、ご自身の主義主張、考え方を変える必要、全くないと僕は考えています。ただ、ここに、これをちゃんとベースにしているかというところです。子どもの権利、自由、そして皆さんの権利、自由をちゃんと守るというところをベースに置いているかというところが、一番重要なんじゃないかと思います。だから、いろいろな取り組みをやっていく土壌は、大東市には既に育まれていると思います。植えれば育つっていうような状況だと思います。で、やり方が違う人と協力してやる必要は、僕はないと思います。ただ、ここを共通のものとして目指しているかだけは、お互いにチェックし合って、あれ、ここじゃないの、これから
ずれてる場合は考えを改めていただきたいと思うんですが、ここからずれていないのであれば、ここをスタート地点としているのであれば、さまざまなやり方、今日は本当に一部の事例しか話せませんでしたが、アイデアの方があるというふうに思います。で、本当に権利と自由というのはね、人間が作った仕組みでもあります。権利というのは誰かからパッと与えられるものというよりも、その権利を行使しないと権利の手触りというのはないわけですね。ですから、まあ都市でも、それからまあこの井森のもとも非常に素晴らしい距離感がある大都市はですね、本当に自然も豊かですし、生かせる自然もたくさんあるし、大都市にもアクセスができるしっていうような非常にその多様な場所ですね、あると思います。ですから、ここの地盤を本当に大都市一丸となって土壌、土作りを一緒しましょうと。土作りというのはここですね、子どもの基本的な人権を守っていくということ、その上に皆さんがどういう木を育てていくのか、花を咲かせていくのかっていうところは、おそらく今日の議論を聞いていただければ、あ、今自分がやっていることは実現していて、で、隣にいる違う人とも、あ、ここに立ち戻ればいいんだという皆さんの座標軸を今日ちゃんと示すことができたのかなというふうに思いますので、本当に僕今日が今回で2回目なんですけど、また今度大都市お邪魔させていただくと思うんですが、それが非常に楽しみになってきました。今日の長い時間本当にありがとうございました。